おはようございます。朝一ちょっと散歩してます。コーヒー飲んでから自転車でペリーズロック、分かる？ペリーの岩、何だろう、北ナクグス、ナクグスク、ナクグスクの高いところに来てる。太平洋で、ちょっと話がある。昨日ブーがちょっとソファでちょっとうろうろしてる、なんかレゴちょっといじながらやってたから、自分気がついたのは、今夏休みだから北の近所の子どもたちも自由に遊んでるはずだから、近くには友達がいる、そんなに最近会わないだけど、一応友達の名前ケンジにしよう。だからブーケンジのところ行ってみるって言ってから、あっち行ってからしばらくブーケンジのお家遊んでから、そして俺たちの家に戻ってきてからちょっと DVD 見たりちょっとゲームしたりしてから、自分がトランポリン公園行きたい。ナクグスク公園、大きいトランポリンがある、結構楽しい公園、ちょっとお互い目合ってから、って言ってから車に乗せてから、もうケンジのお母さんと確認してから車に乗せてから、ナクグスク公園に行った。で着いてからちょっとなんかケンジをちょっとちょっと警戒してたね。なんかちょっとデスマスみたいな、ちょっと丁寧な言葉を自分に向けて使ったりしてたから、もうちょっとリラックスしてほしかったから、テニスの道具も持っていったから、一緒に3人でテニスしててから、そのなんか活動的に体を動かしながらちょっと笑いながら楽しみながら、ケンジ君ちょっと落ち着いてきたね。ちょっとリラックスができた。そして、まあ、これは大人が中心、大人が一緒に沿っていかないといけない状態を作りたくなかったから、ちょっと聞いてみた。はい、君たち、トランポリンのところに行きたい？トランポリンちょっと離れてたところにあったから、じゃあ、2人が、って言ってから、じゃあ、俺ちょっと暑いから、ちょっとこっちで、ちょっと休憩するから、いや、あっち行っといて。って言ってから2人がもう行き寄って、で歩きな回りながらちょっと水飲んだり楽しんだり2人きりでやっていってから、自分がスケボー取ってからスケボー練習した。でなんかいるだけど別に意識しないでいい、俺はなんか自分の遊びしてるから別に適当に自由に過ごしていいっていうメッセージを送りたかった。で楽しかった。もう3時間ぐらい公園に行って、ケンジ君と僕が思い切って遊んで、買い方、買い方。で、自分もなんか楽しかった。スケボーになったり、クライミングもしたけど、クライミングでちょっと怪我もしたんだけど、見える？なんか皮がむけてる、痛いよ。クライミングしたり、まあ、自分も楽しかったけど、これで、まあ、新しい教育プロジェクト、学校スクールと呼びたくない、教育に関する子どもに関するプロジェクトを始めようとしてるかな、まあ、これでちょっといい始まりかなと思って、ただ近所の子どもたちお家に誘ってからどっか連れて行ったりちょっと遊んだりする、考えすぎることもあるかもしれないね。なんかどのような形にすればいいかって悩んだり迷ったり、あれもこれも、これは英語で分析麻痺パラリシス、バイナリシス、考えすぎて動けなくなるっていう表現があるから、ちょっとそれにハマってるかもしれないだから、ちょっと楽しみにしてる。こうやってリラックスして、なんか自然に流れていくようにような始まりかな。楽しみにしてる。今日もどうになるかな。じゃ あ今日も見てくださってありがとうございました。じゃあね。